では法令上の制限の第8回目法令上の制限の第8回目テキスト444ページの宅地造成等規制法宅地造成等規制法ですね。一問出る可能性が高いですね。はい、では、テキスト444ページにも書いてありますが、宅地造成工事というのは、例えばこのような土地を切って、建物を建てるとか、すなわち切り道ですよね。土地を切ったり、それから土を盛ったりして宅地造成工事を行うわけですよね。土を盛ることを盛り土と言いますよね。宅地造成工事は切り土、盛り土等によって行うことが普通なんです。で、切り土をすると崖を生じ、崖崩れの可能性があるわけです。また、盛り土をするとこの盛り土部分は弱いので、雨などが降りますと土砂の流出という災害を起こす可能性があるんです。こだに宅地造成工事というのは切り土、盛り土によって行い、なおかつ災害が生じる恐れがあるので、宅地造成工事に伴う災害を防止するためにこの宅地造成工事を、宅地造成等規制法を作ったわけですよね。はい、では、テキストの447ページテキスト447ページを開いてくださいね。はい、では、宅地造成工事規制区域と書いてありますが、宅地造成工事に伴う災害を防止するためにどのようなシステムを取っているかっていうことを見ていきましょうね。はい、まず災害が起こりそうな場所に工事規制区域を指定するんです。崖崩れまたは土砂の流出といった宅地造成工事に伴う災害の生じやすい場所、そこを宅地造成工事規制区域として指定するわけですよね。で、この工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には許可を受けなきゃいけないという形で災害を防止することにしたわけなんです。はい、ではテキスト447ページの丸2の括弧の1番読んでみましょう。宅地造成工事に伴い著しく災害が起こりそうだと考えられる場所に宅地造成工事規制区域を指定し、はい、ここから線引っ張りましょう。宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には許可を受けなきゃいけないということにしたわけですよね。で、危ない工事に関しては許可を与えない、で、大丈夫だなという場合には許可を与えるわけですよね。はい、では次に、次のページを開いてくださいね。はい、まあ略して工事規制区域と言ってきますが、宅地造成工事規制区域を工事規制区域と言ってきますが、この工事規制区域はですね、都市計画区域の内外を問いません。準都市計画区域の内外を問いません。都市計画区域であろうと準都市計画区域であろうと両区域外であろうと、どこにでも危なさそうなところには工事規制区域を指定することができるわけですね。はい、では448ページの括弧の2の勘違い防止薬のところをちょっと読んでいきましょうね。対象区域は都市計画法の都市計画区域や準都市計画区域、市街化区域とは直接関係がなく、上記の要件を満たす区域であれば、この要件というのは要するに危なさそうなところですよね。要件を満たす区域であれば、はい、ここから線引っ張りましょうね。都市計画区域内でも都市計画区域外でも準都市計画区域外でも指定することができるわけです。要するにどこででも指定することができるわけですよね。で、次にじゃあ工事規制区域は誰が指定するかっていうと都道府県知事ですよね。で、関係市町村長の意見を聞いて都道府県知事が
工事規制区域を指定することになるわけです。ではそこの括弧の3の上の上、括弧の3の上の上、2つ上線引っ張ってみましょう。指定するのは都道府県知事、関係市町村長の意見を聞いて知事が工事規制区域を指定することになるわけですよね。はい、そこで工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけないわけですよね。そこで工事規制区域とは何ぞや、はい、そこで宅地造成工事とは何ぞやですよね。宅地造成工事の定義です。ではテキスト444ページ、テキスト444ページ下から4行目括弧の2、用語の定義ですよね。はい、工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけない。じゃあ許可を受けなきゃいけない宅地造成工事とは何ですかっていうことが次に問題となりますよね。そこで宅地造成工事における宅地とは何か、はい、実は積極的に宅地とはこれこれこういうことを言うんだというふうには書いてないんです。宅地でないものを書いてあって、この宅地でないもの以外の土地を宅地だと言ってるんです。はい、では444ページの下から2行目、そこずっと線引っ張ってきましたね。宅地造成等規制法における宅地とは、農地の農に丸をつけましょう。農地の農、それから再送放牧地、これ牧場ですよね。再送放牧地の際に丸をつけましょう。および森林、森林の森に丸をつけましょう。はい、今丸3箇所つけましたね。後ろから読んでいきましょう。震災の、震災の、はい、並びに道路公園河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地を言うと、最後に以外の土地を言うという形でひっくり返るわけですよね。はい、震災のすなわち農地再送保護地森林、それから道路公園河川、それから公共施設用地以外の土地を宅地というわけです。以外の土地です。森林や再送保護地や農地は宅地じゃない、道路公園河川は宅地じゃない、公共施設用地は宅地じゃない、これら以外のものを宅地というわけですよね。さて住宅が建っている土地か否かは関係ありませんね。工場が建っていてもそれは宅地なんです。また何にも建っていない資材置き場、青空駐車場、これも宅地ということになるわけですよね。はい、ではもう少し詳しく445ページの上から3つ目3行目、ここもチェックポイント、そこの四角1番を見ていきましょうね。国地方公共団体が管理する学校運動場墓地に供される土地は宅地ではないわけですよね。はい、公立の学校の土地、公営の運動場の土地、公営の墓地の土地、これは宅地ではないわけです。公共施設用地ですよね。公共の用に供されている土地なんですよね。公共施設用地は宅地じゃないんですよね。ところがその下、ここ線引っ張りましょうね。私立学校の土地、市営の運動場の土地、市営墓地の土地、これは宅地ですよね。公共施設用地以外の土地ですよね。公共施設用地以外の土地ですよね。はい、では次に四角い2番読んでいきましょう。宅地造成規制、宅地造成等規制法における宅地は建物が建っているか否かは全く関係ありません。例えば建築物のない駐車場用地も宅地ですよね。はい、では次に今度は宅地造成とは、宅地造成工事とはと言ってもいいですが、同じことですが、こ
耕地規制区域内で宅地造成を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけない。そこで宅地造成とは何か、はい、では一番下の覚える、一番下の覚える、見てくださいね。これ重要です。宅地造成とは宅地以外の土地、例えば農地ですよね。宅地以外の土地、農地ですよね。農地を宅地にするため、また宅地の中において行う、一番下、土地の形質変更で次の 1,2,3,4 に該当するものと書いてありますよね。土地の形質変更っていうのは土地の工事ですよね。もっと具体的に言うと一定の切りと盛り土です。一定の切りと盛り土です。もう一回繰り返すと、工事規制区域内で宅地造成を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけない。知事の許可を受けるべき宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするためか、または宅地の中において行う一定の切りと盛り土、一定の切りと盛り土なんです。はい、では次のページ見ていきましょう。はい、その一定の切りと盛り土ですが、446ページの、ピンク色の編みかけの部分に ① ② ③ ④ というふうに書いてありましたね。この一定の切り土盛り土に該当するのであれば宅地造成工事に該当するわけですよね。では一番上の注意読んでいきましょう。宅地以外の土地を他の宅地以外の土地にする場合にはこれは宅地造成ではありませんね。また宅地を宅地以外の土地にする場合もこれは宅地造成ではありませんね。具体的に言うと上から3行目、農地、これは宅地じゃないわけですよね。これを公園にするために行う一定の切り土盛り土、これは宅地造成ではありませんね。公園は宅地以外の土地だからですよね。で次、工場用地は宅地ですよね。この宅地を宅地以外の土地、すなわち公園にするために行う一定の切り土盛り土、これも宅地造成ではありませんね。要は宅地造成とは宅地の中において行う一定の切り土盛り土か、また宅地以外の土地を宅地にするために行う一定の切り土盛り土なんですよね。ではその一定の切り土盛り土を見ていきましょうね。はい、まず丸の一番ですよね。最初の土地はこういう形だったんです。で切り取ったんです。切り土、切り土をした結果2メートル超の崖を生じた場合ですよね。これは宅地造成工事に該当するわけです。握り2メートル超の切り土ですよね。で次、丸に、最初の土地はこのような形だったんです。で土を盛ったんです。これ盛り土ですよね。盛り土をした結果1メートル超の崖を生じた。はい、これも宅地造成に該当しますよね。一盛りです。はい、握り一盛り。はい、次、今度は丸三ですよね。最初の土地の形はこうだったんです。でここを切って、その切った土地を上に持ったんです。はい、ここを切ってこの土地を上に持ったんです。切り土盛り土をした結果2メートル超の崖を生じた場合ですよね。はい、切り盛りに、はい、握り人を盛り、切り盛りに、はい、2メートル超ですね。でただしこの盛り土の部分は1メートル以下でなきゃいけませんね。なんでかというとここ1メートル超であれば丸2がありますから、これ存在意義がないんですよね。で最後に、テキスト446ページの、丸4の文章ですね。丸4の文章を読んでみましょう。崖の高さが上記1から3のどれにも該当しない盛り土または切り土であっても、その切り土または盛り土をする土地の面積が500平方メートル超の場合ですよね。はい、
この ① ② ③ のどれにも該当しないけれども、どれにも該当しないけれども、切り戸、盛り戸の面積が500平方メートル超の場合ですよね。例えば、盛り戸をした結果、50センチの崖を生じたと。でも、その面積が500平方メートル超の場合ですよね。はい、5、0でおしまい。はい、握り、人を盛り、切り、盛り、2、5、0でおしまい。しっかりと覚えてくださいね。はい、では、テキスト446ページの、そこの文章の ①、これを文章にしたものをもう一回読んでみましょうね。はい、切り戸であって切り戸をした土地の部分に2メートルを超える高さの崖を生じることとなるもの、握り。はい、次、丸に。盛り戸をした土地の部分に1メートルを超える高さの崖を生じることとなるもの、一盛り。はい、次、丸三。切り戸と盛り戸とを同時にする場合は、盛り戸部分に1メートル以下の崖を生じ、かつ盛り戸部分と切り戸部分の全体で2メートルを超える高さの崖を生じることとなるものですよね。切り盛りに、切り盛りにですよね。はい、このようにしっかりと押さえておいてくださいね。はい、では次にですね、テキスト448ページ、テキスト448ページを見てくださいね。はい、工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には知事の許可を受けなければなりませんね。じゃあ誰が受けるのかっていうと、施工者ではなくて、工事施工者ではなくて、造成主が知事の許可を受けるんですよね。はい、ではテキスト448ページの丸3括弧の1番覚える、そこ丸の1番を全部線引っ張っていきましょう。これよく出ます。はい、宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事、宅地造成工事を行おうとする場合、造成主はここ工事施工者はと書いてあったら×、誤りです。造成主はその工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければなりませんね。はい、では下から3行目、同じページの下から3行目、丸1について、許可を受けなければならないものは造成主であって工事施工者ではないんです。じゃあ次に、造成主って何ですか、工事施工者って何ですかという定義の問題ですよね。これ出たことがあります。テキスト449ページの1番目、449ページの1番目、造成主、工事施工者と書いてありますね。ではそこの造成主を読んでいきましょう。宅地造成に関する工事の請負契約の注文者。はい、請負契約の注文者って線引っ張りましょう。請負契約の注文者、請負契約というのは物を作って完成してもらう契約ですよね。例えば大工さんにお願いをして住宅作ってください、これ請負契約ですよね。また建設会社にお願いをして宅地造成工事してください、宅地作ってくださいってお願いする、これ請負契約ですよね。請負契約における注文者とはお願いをする方ですよね。で、仕事を完成する人を請負人、請負人と言いましたよね。これ民法で勉強しましたよね。そこで宅地造成工事の請負契約の注文者が造成主なんですね。注文者が知事の許可を受けることになるわけです。で、次読んでみましょう。または請負契約によらないで自らその工事をする者を言うって書いてありましたね。で、次上から3行目、工事施工者とは、はい、宅地造成に関する工事の請負人、はい、ここ線引っ張りましょう。請負人、請負人が工事施工者ですよね。で、または請負契約によらないで自らその工事をする者を言う、この
受け入れ契約によらないで自らその工事をする者を言うというのは、造成主のところと全く同じことが書いてありますよね。これはミスプリではないんです。条文にはこのように書いてあるんです。これはどういうことかというと、受け入れ契約によらないで自らその工事をする者を言うというのは、自らの土地を自ら工事をするものなんです。すなわち建設会社は他の業者にお願いをする必要はありませんよね。工事をする能力があるわけですから。建設会社が自分で土地を持っており、自らの土地を自ら工事をする場合、造成主に当たると同時に工事施工者に当たることもあるわけです。同じ人が2つの地位を兼ね備えるということなんですよね。さて、自らの土地を自ら建設会社が工事をする場合には、造成主という立場で許可をもらい、工事施工者という立場で監督処分を受けるということになるわけですよね。はい、では次にテキスト450ページの ④、 テキスト450ページの ④、 工事等の届け出。これがですね、よく出ます。はい、これはですね、テキスト450ページの覚えるの図表ですよね。これ全部覚えてください。全部。はい、ではそこの ④ 読んでいきましょう。宅地造成工事規制区域内では、許可が必要とされる宅地造成に関する工事に該当しない工事であっても、知事に届け出をしなきゃいけない場合があるわけですよね。工事規制区域内で宅地造成を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけないわけですが、宅地造成でない場合でも知事に届け出をしなきゃいけない場合があるんです。これがよく出るんです。はい、では丸1から見ていきましょうね。これは全く同じ図表ですからね。宅地造成工事育成区域指定の際、はい、これがキーワード、指定の際。はい、指定の際、宅地造成に関する工事を行っている造成主は、指定された日から21日以内に知事に届け出。これはどういうことかというと、宅地造成工事を行った初めにおいては、そこは工事規制区域じゃなかったんです。だから許可を受ける必要はありませんね。工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合には知事の許可を受けなきゃいけないわけです。ということは、工事規制区域じゃないのであれば、別段許可を受けなくたって勝手に宅地造成工事をしてもいいわけですよね。で、工事規制区域じゃないところで宅地造成工事をしている最中、後からそこが工事規制区域に指定されてしまった場合なんです。最初工事規制区域ではないところで宅地造成工事を行っていた、で工事を行っている最中、そこが工事規制区域の中に入ってしまったっていう場合です。この場合、今更許可を受けろというわけにはいきませんね。なのでしょうがないので、指定された日から21日以内に知事に届け出だけはしてくださいねということにしたわけですよね。はい、次、丸2、高さ2メートルを超える擁壁。これはですね、崖崩れを防止するための支える壁ですよね。コンクリートで固めてしまう擁壁ですよね。はい、高さ2メートル超の擁壁の除却工事、取り除く、これ危ないですよね。それから排水施設の除却工事です。もう一回繰り返して言うと、高さ2メートル超の擁壁、それから排水施設の全部一部の除却を行うものは危ないので、危ないので工事着手の14日前までに知事に届け出です。事後14日以内でありません。危ないものは14日前です。で、次、
丸さんですよね。丸さんですよね。はい。宅地以外の土地、例えば農地ですよね。宅地以外の土地、例えば農地ですよね。これを宅地に転用した場合です。宅地以外の土地を宅地にするために行う切り土で2メートル超であれば宅地造成になりますよね。この場合は許可必要ですよね。ところが転用というのは宅地造成に当たらない場合です。例えば農地を乾燥させて資材置き場にする。農地を乾燥させて切り土盛り土も何にもしないで資材置き場、すなわち宅地に転用する。これは宅地造成工事ではありませんから許可を受ける必要はないわけですよね。これは危なくないので事後14日以内、危なくないので事後14日以内に届け出をすることが必要なんです。はい、これを覚えましょうね。兄ちゃん、いいよ、いいよ、届け出。兄ちゃん、いよいよ届け出。はい、握り一盛り、切り盛りにこれでおしまい。兄ちゃん、いよいよ届け出。しっかりと覚えてくださいね。はい、では、宅地造成登記制法、これでおしまいしたいと思います。